こんにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は襟のお悩みの一つ、着物を着た後こう市販襟の白い分量が左右変わっちゃうという方に向けて、動画のコメントに襟のね、半襟の分量が着た最初と後で変わっちゃうとか、動いてるとやっぱり着てお出かけしてると変わっちゃうというコメントで続けに何回かちょっと頂戴したので、今日の動画を撮影することにしました。襟周りのお悩みっていくつかあると思うんですけれども、半襟の分量が変わってしまうというのも大きなお悩みのポイントの一つだと思います。お役立ていただければと思います。ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。では着ながら解説していきたいと思います。今日着ている長襦袢は洗える絹の長襦袢に、もうね、寒くなってきたので伊達締めはもう通常バージョンのいわゆる紗ではないものになってきました。今日は合わせの江戸小紋の着物を着ています。ではちょっと着物を着ながらお話ししていきましょうね。まずどのタイミングで襟の分量が変わっているのかということは、どういう解決方法とかどういう理由かというのの分析になるので、ご自分の襟がいつ動いちゃっているのかというのをぜひね、特定していただければなと思います。まず着物を着ている途中、最初はうまくいってたのに後から動いちゃうとか、帯を締めた後にもう動いてしまっているっていう方と、それからお出かけして着物を着終わってお出かけして襟が動いちゃう、この2パターンに分けてお話ししていきましょう。まず着物を着ている時に襟がね、どうしてもね、動いちゃうんですよねという方、その方は理由はまあね、人それぞれ様々あると思うんですけれども、今までね、いろんな方拝見してきておおよそ大体この理由に行き着くんですけれども、長襦袢と着物が左右対称に着れてないという方が多いように感じます。大体皆さん襟合わせする時ってここを見て襟合わせされると思うんですけれども、実はここだけ見て襟合わせをしてもうまくいかないことがね、とっても多いんですね。それはなぜかというと、やはり鼻、顎、それからここ一直線、ここを一直線に見ていただいて、右と左が左右対称になっているのかというのが、この長襦袢それから着物を着る上でとっても重要なポイントになるんですね。先ほどお話をしたここだけ見てるという方は、左右対称になっているとかというところまであんまり加味されてない方が多いんですね。やっぱり左右対称に着ていないと、つまりここだけ見て長襦袢着物を着てしまっていると、この先のことをあまり気にしないので、そうするとどうしてもバランスが悪い状態で襟が止まっているので、やっぱりちょっと動きやすくなるということになりますよね。襟が動きやすいということは、その白い襟の分量がこう右と左でバランスが変わっちゃうということ、それから着物は綺麗に着れてるのに左右対称に長襦袢が合ってないと、どうしても後から左右対称のバランスって変わってきちゃうので、まあ、そういうところがポイントになるかなと思います。なので、ぜひ左右対称に着物を着る、長襦袢も着るということを心がけてください。で、後輪ベルトをお使いの方、紐の場合はそんなことはないと思うんですけれども、後輪ベルトをお使いの方は襟がね、詰まりやすい、なんかこうなっちゃうとかっていう方は、もちろん姿勢によるところもとっても大きいんですけれども、時々後輪ベルトの調子、ゴムの長さが短い場合があります。それから襟がどうしてもブワブワしちゃう、着物だけブワーンとこう湾曲になってしまうとかっていう方の場合は、もう繰り返しになりますが、姿勢もすごく大きい影響を与えるんですけれども、もしかしたらゴムが長すぎる可能性があります。それからあともう一つ、ちょうど今ねお見せできるので、後輪ベルト長く変えてないかもという方にありがちなんですけれども、ここの金具のこの部分、この見えるかな、この部分が疲労骨折していることが稀にあります。よく着られる方とかね、長年こういうのを使ってらっしゃる方、
その疲労骨折している場合は、つまり亀裂が入っているんですけど、亀裂が入っている場合はもうその後輪ベルトは寿命なので変える必要があるんですけれども、襟がこう湾曲してしまう場合は、ゴムのが長すぎる、あるいは後輪ベルトの替え時かもしれないということで、ちょっと後輪ベルトをお使いの方は頭に入れておいてくださいね。で、お出かけになられている時に襟がどうしても右と左、白の分量が変わっちゃうという方、この方も結局先ほどのコスと同じになってくるところもあるんですけれども、まずやっぱり左右対称に着れてないと、こう着物と長襦袢っていうのは必ず動いてしまうので、そこをね心がけてください。左右対称に着るってどういうことかっていう、先ほど振り返しになりますが、やっぱここを中心にして、今私長襦袢がここで着物がここなんですけれども、だいたいご自分のトップバストをこう触りながら確認していただくとすごく分かりやすいと思うんですけれども、胸にどのくらいかぶってるのか、襟も胸のどのあたりに着てるのかというのをご自分が分かりやすい箇所で確認していただくと、左右対称に着れてるかどうかというのは分かりやすいかなと思います。今日ね、左右対称しつこいですけど、すごくそのくらい大事なことになりますね。あとは実は着物の着方だけの問題ではないことが実はとても多いですね。やっぱり、姿勢ってすごく大事ですよね。どんなに着物をきれいに着ても、すごくなんか手をすごく上に右だけ伸ばしちゃったりとか、なんか物をしゃがむ時にビッてこう取りに行っちゃったりとか、しゃがまずにビッて取りに行っちゃったりとかすると、どうしても着物って布をまとっていることになるのでずれてしまいますよね。なのでそのあたりの姿勢とか仕草っていうのも、着物を着終わった後にはとってもこう直結してくる場所なので、ぜひそのあたりも気にしていただければなというふうに思います。着方だけで全てが原因というわけではないということをぜひぜひ心に留めておいてくださいませ。それからよくね、前結びをすると襟が動くという方がね、お声をよくいただくんですけれども、確かにうまく回せない時は襟は動くかもしれませんけれども、慣れてくると襟ってほとんど動かなくなります。ただどうしてもね、慣れてくるまで時間がかかってしまうと思うんですけれども、それまでどうしても今日なんとか綺麗に着たいわという方の場合は、ちょっと胸紐をね軽く1本入れていただくと動きにくくなる方もいらっしゃるので、まあ一度試してみていただければと思います。私は普段胸紐一切入れてないんですけれども、例えば今日撮影ですとか、何か今日お茶会で着物が崩したくないなっていう時は胸紐を1本入れたりします。ただやっぱりあるのかないのか、体に対する負荷はかかってくるので、ない時よりかは、そのあたりっていうのは体調と相談しながらやってますが、襟のここをとにかく動かしたくないという方は胸紐を軽く1本入れてみてください。襟を動かしたくないからでギュッてするとすっごくきつかったりするので、ゆるく軽くお願いします。本日は襟のお悩みの一つ、左右のこの半襟の白い分量が変わっちゃう理由とか、どうしたらいいのかということについてお話をさせていただきました。ぜひご活用いただければと思います。毎日たくさんのご視聴、コメントをいただきまして誠にありがとうございます。皆様からいただいたコメントは次に動画を作る際の参考にさせていただいています。本日も参考にさせていただきました。すべてのコメントにお返事かなわないんですけれども、全部に目は必ず通しています。またぜひコメントいただけたら嬉しいです。本当に不器用で本当に面倒くさがりだった私が、着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらのチャンネルをご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や和に関する知識が得られるようになっています。木下着物研究所メンバーシップを始めました。メンバーになってくださった皆さんには、メンバー限定のライブ配信、それからメンバー限定の動画などご覧いただけます。それから日々、まあ私のコーディネートだったりとか、コーディネートのコツ、それからこの時期こういうのがおすすめですみたいなこととかも日々ご紹介をしています。ご興味お持ちくださった方は概要欄に詳細を貼っておきますので、よかったらぜひご覧になってみてくださいね。今日はこの状態で失礼します。次は帯を結ぶ動画でお会いできればと思います。
それではまたお会いしましょう。